倫理的？記録しますのでお名前を述べてください。マイクで増幅された声が広大な空間に反響した。博士のロバート・フェルドン博士です。彼はおどおどとマイクに告げた。思い出せる限り、怯えるのは初めてのことだった。いつもであれば彼は暗い部屋の高くより響き渡る朗々とした声の持ち主なのだ。もちろんこの部屋とて非常に暗いのだが、それでも虚構が剥がれる以前にフェルドンが働いていた施設と同じか、それ以上に明るく照らされていた。そして彼を問いただす男、正確に言えば男たちと女たちは、彼よりごくわずかに高い位置にいた。彼は目の前の集団を注意深く観察した。探す。今までそうしてきたように、弱みを、恐れを、アドバンテージとなりうる何かを。彼らも同じように彼を見返している。フェルドンは汗をかき始めた。それでフェルドン博士、あなたの以前の雇用先における役職は？中央の男が再び口を開いた。ハゲ、やや肥満気味、暗色の服、メガネ。死んだ魚のような眼差し。その姿はかつて多くの者がフェルドンに見たそれと同じものだ。フェルドンの方がわずかに若く、より健康だということを除いて、完全にハゲ上がった頭は、前の職場において彼が唯一予測できたものだった。フェルドンは咳払いをし、再びマイクに話し始める。財団倫理委員会の委員長でした。倫理委員会が現在の機関にとって代わられる前までのことです。どの程度の期間その職に就いていたのですか？7年間です。意に反して自らの声に一抹の誇りが滲んでいるのを感じ、フェルドンはゾッとした。素早い一別がその疑念を確かにした。彼らも同じようにそれを聞き取り、不満を感じていた。一瞬のざわめきは中央の男が視線を投げると静まった。彼は仕切り役らしく、そしておそらくこの裁判の主導権を握っている。なるほど。それであなたはどれくらいの、これら、SCP オブジェクト、の、収容プロトコルの制定に関わったのでしょうか、フェルドン博士。そうですね、それは関わったという言葉の意味するところによります。おっしゃっているのは私が倫理委員会に配属される以前に関わった収容と研究についてでしょうか、それとも倫理委員会に配属されてから承認や改定に関わったものについてで、質問に答えてください。わかりました。フェルドンはいささかビクビクしながら静かな陪審員の顔色を伺った。その、おそらく、およそということになりますが、その、435個です。437個だったかもしれません。何か特段、特筆すべきような、プロトコルはありますか、博士。正直に申しますと、しばらく経つといろいろ混ざってしまうのです。それにあなた方が知る必要のない情報を私が秘匿しているとお考えでしたら、私が特定のプロトコルなど覚えていないと答えるのは当然かと思います。くそ、どうしてこいつらに、自分の命運を握っている奴らに向かって口答えなんてしやがったんだ？フェルドンはそう思った。そうですね、では話題を変えましょうか。端的に言えば、我々は全ての情報にアクセスできなくてはならないのです。異常な物品、事象、生命体に対する倫理的収容のための国連審委員会として、我々は財団がかつて収容していた、そして現在収容しているものについてのあらゆる知識を摂取します。倫理的でないとみなされたプロトコルは改定され、改定が不可能ならばそのオブジェクトの収容は打ち切られることになるでしょう。オブジェクト自身が人間社会に対する本質的な脅威であるものは例外なく破壊されます。フェルドンは心の中で、財団のトップシークレットが暴かれた後にどれほどが残るのかと考えた。全 O5 司令部と倫理委員会のみが知ることを許されたもの。博士、質問に答えてください。申し訳ありません。もう一度お願いしてもよろしいですか？あなたは前職において、ナンバー、453、231、158、239、それと人間型と指定されたオブジェクト。これらのうちどれかの収容に関わりましたか？フェルドンは目をそらし、もしも嘘を吐いてどの関与も否定できたなら、と願った。はい。倫理委員会の職員は全員、必然的に何らかの形で人間型オブジェクトに関与することになります。私たちは収容を保ちつつオブジェクトの負担を、軽減するために、できる限りのことをしました。彼あるいは彼女に対してです。お気づきの通りですよ、博士。あなた方のヒューマノイド収容プロトコルの大半はあまたの国であまたの法を犯すものだと思いますがね。選択肢はなかった。やらなければ世界が滅びかねなかったのです。博士、一般庶民はあなたの組織が使う現実改変者という言葉をよく知らないのです。
つまり、妊婦や子供に世界を滅ぼすことができるなど非現実的だと、いうのが大方の見解なのです。何か反証はありますか？いくらでも。フェルドンはそう言うと証人席から移動し始めた。それに気づいた二人の大柄な男、彼の付き添いが、歩き回らないようにと彼を制止した。倫理委員会委員長への就任に先立ち、私は SCP-239 に関する実験を視察しました。実験中、私は239が信頼性のある財団施設のすべての部屋を思いのままに、変えるのを見たのです。このケースでは巨大なドールハウスでした。彼女が職員を記憶と人格を保ったまま等身大の動くぬいぐるみに変えてしまってさえいなければ、これはそれほど深刻な事態ではなかったでしょう。全部戻すようにと言われると、彼女は主任研究員にこう言いました。どっか行って、バーカ、と。哀れな男の頭に何が起きたのか説明する必要はないはずです。あえて言うなら、彼はどこかへ行きました。ドアの向こうへ歩いて行き、消えたのです。最後には彼女はお人形で遊ぶのに疲れて、すべて同じように消してしまいました。これは数ある事件の中の一つに過ぎず、そしてその中においては、全く深刻ではないものです。あなた方が SCP-231 と呼ぶ女性についても？中央の男が問うた。その声にはすでに、未だ発せられてもいない返答への非難の色が含まれていた。誰も知ることを望まない物事というものがあります。これはその一つだと保証しましょう。ではあなたは一貫して、普段の人間は大声で話したり紙に書いたりできないほどに恐ろしいものであり、しかもこれに関して倫理的でないことは一切、行われていないというのですか？ああ、あれについては倫理的でないことはいくらでもありますよ。少なくとも従来の倫理からしてみれば。彼は不気味な笑みを浮かべていった。ご存知の通り、ほとんどの人々は SCP-231 が単なる一人の妊婦ではないということに気づいていません。一般人が SCP-231 について知っていることというのは、実のところ、間違っています。一般人は、もっと言えばあなたご自身を含め見識のある人々の大部分でさえ、SCP-231 というのが正確には SCP-231-7 に指定される存在であると気づいてはいません。彼女は SCP-231-X の指定を受けた女性の中で7人目の、そして我々が収容した最後の一人なのです。他は皆死にました。我々が制定した収容プロトコルを違反した行動のせいで死んだのです。自身の手によって、あるいは我々が試みた排除。胎児の摘出によって、実を言うと、ある時、SCP-231-1 は出産しました。この事件によって数百の死者が出ています。ご存知でしたか？陪審員は沈黙し、情報を飲み込もうとしていた。それぞれの赤子はその一つ前に生まれた赤子よりも大きな被害をもたらす能力を持っていたか、それを実際にもたらしていたことにお気づきでしたか？陪審員は座ったまま、静かに、わずかな貧乏ゆすりをしていた。今や優位はハゲ頭の博士にあった。古臭い言い方ですが、クリアランスがあれば私の言葉を検証することもできます。中央の男が再び口を開くまでの一瞬、陪審員は一層気まずそうな目を向けていた。博士、機関は機関のための決定を下します。あなたの組織でいう現実改変者について今や我々が知ることとなったことを考慮しても、10歳にも満たない、存在があなたの同僚がされたようなことをできる力を持っているとは信じがたい。情報をいただいたというのに頭が蒸発しそうですよ。それと、あなたたちが231として扱っている方に行っている忌々しい行為は、なんであれ機関が公的な力を持ち次第やめさせます。だが、彼らの自信がわずかに揺らいだのが、彼らのうぬぼれがわずかになりを潜めたのがフェルドンには見て取れた。彼は部屋の中で力が動くのを感じた。ここは今や彼の独壇場だ。結構です。百聞は一見にしかずとも言います。ですがそちらが間違っていたと分かった時にはどうするおつもりですか？彼は得意げに尋ねた。フェルドン博士、この聴取は我が機関の意図についてのものではありません。これはあなたとあなたの同僚、そしてあなたたちがあまたの国であまたの人々に対して、行ってきた明らかに非倫理的な処遇をめぐるものです。よってこの議論は終わりです。いいですね？もちろんです。他に何か質問はありますか？あなたたちは世界を滅ぼさないものを収容しているのですか？そうですね、雨靴を履いた山の、二人用の着ぐるみがあります。収容する前は精神分裂のレクリエーションに使われていたものなのですが、使用者はやりすぎで死にました。何ですって？気にしないでください。他には何か？はい。
あなたの知る限り、あなたが書いた、または改定した収容プロトコルの中に、意図的に人間へ危害を加えることを含むものはありますか？はい。陪審員は皆これに眉を潜めた。それではあなたの書いた、または改定した収容プロトコルの中に、他の人間を危険にさらすものはありますか？はい。ですが我々は。それではあなたの書いた、または改定した収容プロトコルの中に、人間に対して残酷な、あるいは異常な扱いをするものはありますか？残酷と異常の定義を。博士、今の陳述は陪審員があなたの道徳観念に問題があるとみなすのに十分なものです。あなたの言動はあなた自身が証明したように、非倫理的です。確かにこの観点からすればそうかもしれませんが、数百数千、さらに多くの人命が危険にさらされる、そんなことが我々の収容する実態の中の一つによって起こり得ると考えたとき、倫理的とは何を指す言葉なのでしょう？正義とは何か？残酷とは？異常とは？あなたたちには生涯をかけてそれを問い続ける準備ができているのですか？再び陪審員を長い沈黙が包んだ。倫理委員会として、あなたは財団を倫理的に保てていたかわからないというのですか？あなたは倫理委員会失格だ。そう思いますか？いつかわかる時が来ますよ。私が復帰してあなたから仕事を奪っていくのを心待ちにする日がね。博士、あなたの陳述に基づき、委員会は最新版の勧告書においてあなたを財団におけるあらゆる職から永久に追放することを勧告します。加えて、我々の指定する施設で十分な心理鑑定を受けるように勧告します。問題が発覚した場合、その期間を問わず処置は必須であるものとします。連れて行け。二人の屈強な男、フェルドンをこの部屋に連れてきた男たちが倫理委員会前委員長を部屋から連れ出し、彼を精神病院へと連行するであろう車に乗せた。かつての財団職員が定期的に一人ずつ、新たに生じた、国際法に従う必要性に従って送られていく。陪審員の長に任命された男は、彼のそばに並ぶ陪審員たちを見回した。次の被告をここに。